こんにちは。今日はフェイスリフトのマッサージをご紹介します。顔の筋肉、眼層筋と呼ばれるものはこのようになっています。通常リンパマッサージというのは筋肉の流れに沿ってこのようにマッサージをしますけれども、この眼層筋のマッサージというのは、垂直にこのようにマッサージをします。今日やる、マッサージはこの顎の部分ですね、口輪筋という顎の部分と、それから首の部分、そしてこの頬のたるみを改善するというものです。ではまず顎のたるみに効果的なマッサージを紹介します。耳の付け根ですね、そこから鎖骨にかけての筋肉をほぐします。はい、まず両手を首の前でクロスして、3本の指を使って、耳の下からスタートしてください。左右同時に筋肉を前後に10回動かしてください。その時に、圧力をかけて、ちょっと痛いくらいの感じでやってください。だいたい3箇所に、上から3箇所に分けて鎖骨へ行きます。はい、次は顎の下です。まずは筋肉を探してみましょう。口を軽く開けると顎の下で動く筋肉です。だいたい口の真ん中辺ですね。ここにちょっと親指を入れてみてください。そうすると、口を開けたり閉めたりすると動く筋肉がそれです。はい、では、顎の下に見つけてもらった筋肉ですね、そこからちょっと右にずれてみてください。そしてそこにちょっとコリコリするようなところがあると思いますが、そこに親指を押し込んで、力を緩めずに左右に、2つですね、親指2本で10回ほど動かしてください。そして10回終わったら、それを今度左に移して同じように10回ですね。それで筋肉をほぐしてください。はい、次は頬を覆う、筋肉を前後にストレッチします。頬骨の下に3本の指を置いて、口角に向かうような感じで3箇所に分けて前後に10回動かしてください。この時前後ではなく中に、筋肉の中に押し込むような感じで動かしてください。皮膚のマッサージではないので筋肉に働きかけるという意識で中に動かしてください。はい、次は奥歯を強く噛みしめた時にこめかみにポコッと出る筋肉をマッサージします。ここは頬のリフトアップをサポートしている筋肉です。こめかみに3本の指を押し入れて、骨を押しますような感じですね。で、10回ぐるぐる回してください。これで今回のマッサージは終わりです。今日のポイントは、まずこのマッサージは1日何回でも、気がついた時にやっていただければ結構ですが、1日の疲れがたまった夜に行っていただくのが一番効果的です。そして皮膚のマッサージではなくて筋肉に働きかけるものなのでクリームなどは必要ありません。そして痛気持ちいい程度の圧力で筋肉の奥に働きかけるということに意識をして行ってください。